チャオ、あっちゃんです。今日、9月の27日、ちょっとね、お買い物しに行ってきて、うろちょろしてきて、帰りにね、こうやってきたん、開放倉庫で、ちょっとだけね、お買い物してきました。何を買ってきたか、こんなものを買ってきました。何でしょうか。実はね、ゲームソフトをいっぱい買ってきました。はい。プレツのソフト1、2、3。で、プレイステーション1ね。のソフト1、2、3、4、5。8枚。8種類のゲームを買いました。さて、いくらでしょうか。全部で税込みで500円でした。安いでしょ。カゴに持ってあったワゴンセールやね。そこのとこで買ってんけどね。うん。全部一律100円やってんけどね。いくら、全部数増えるといくらみたいな。で買ってんけど、何を買ったか。行きましょうか。何から紹介しようかな。グランツーリスモ1持っててんけども、ディスクがどっか行っちゃってないねん。でこれ久々にね、もうそろそろね、グランツーリスモスポーツが出るけども、1をやってみたくなって、1探したらこれね、どっかにあると思うんだよね。なかった。だから買いました。まあ100円やからね、コーヒーいっぱい飲んだら終わりやからと思って買ってみました。で、天柱って、これ忍び、忍者で、普通格闘ゲームってこう、ガンガンガンって刀、もしくはまあこういうのが侍系やねんけど、刀でカキンカキンって殺し合いする、殺し合いですかね、切り合いするんじゃなくね、そーっといって後ろから、クチュって、そういうね、隠密行動をするゲーム、地味なゲームです。まあメタルギアソリッドのね、初期みたいなもんやねんけどもね、そんなゲームを買いました。まあメタルギアソリッドもね、もう正面から切っていったらわちゃわちゃって出てくるからじゃなく、後ろから行ってそーっと殺していくっていうゲームやねんけども、そのメタルギアソリッドの1、一番最初のモデル、これも買いました。これも100円。これもね、持っとったんよ、メタルギアソリッドね。持っとってんけど、誰かに貸して、ね、帰ってきてないねん。で、天柱も持っとったんよ。でもね、誰かも誰かに貸して帰ってきてないね。忍び、影、隠密のね、天柱。で、メタルギアソリッドはね、ディスクが、1のディスク。ディスク傷ありって書いてあるんだけどね。1のディスクと、説明書も入ってないよね。結構まあね、いいのよ、これ、程度がね。で、1のディスクと、2のディスクと、特典ディスク。3枚入ってんね。100円。いけないやん。ディスク傷ありって書いてあるんだけど。よくわからへんね。これは。で、信長の野望、烈風伝。はい。信長の野望ってね、やったことないの、あっちゃん、正直言ってね。やったことないから、一回やってみようと思って。あんま苦手やねん、こういう駒進めていくね、戦略 RPG っていうのもやってみようかなと思って。でそれとね、 SD ガンダム G ジェネレーション0、はい、SD ガンダムのね、ゲーム、これはね、持ってない。これは友達に借りてやったことあるんだけど、これもね、説明書はないねんけどもね、ディスク1、ディスク2で、特典ディスク、ジオンのなんとか、ギレンの野望、機密映像ディスク特別編っていうのがね、入ってる。では、ディスク3枚、100円でした。で、さっきね、隠密行動を取る、天柱は、後ろから隠密そうってないけども、今度はこれ、正面切って、カキンカキン切っていくゲーム、鬼武者。はい、これ、鬼武者2やねんけど、鬼武者2は、主人公が松田優作。ね、いうやつね。これを買ってきました。これもね、プレステ2やね。プレステ2もあんねんけどもね、繋がってへんからね、また繋いでやってみたいと思います。で、
パワフル実況メジャーリーグ、パワープロ君のメジャーリーグ版、はい、これもね2006年のデータが入ってね、2006年開幕予想データが入ってるけどね、これ説明書はないんだけど、うん、こういうので、あと、SD ガンダムのね GS、ジェネレーションシード、ガンダムシード、G ジェネで再現されるキラとアスラン、よう分からへんねん。ね、でもね赤いザクとかねサザビーとかその辺が出てくるからね、まあちょっとね、あんまり知らんねんけど、シード、ガンダムシードはね、でガンダムシードのドラムを完全再現された SD のゲーム、ちょっと分からへん。さっきねこれはシードを見てからしようかなと思うんだけども、なんでこんなん買ったかって言ったらね、数合わせ数があると、これ1本足らんかったらね、1,2,3,4,2,4,6,7、ね、これ買わへんかったら700円ぐらいなんで、これを買うことによって500円になってそのために買ってんけどね、まあ、そんな感じで数合わせで買ったソフトがあるんでね、まあ、そんな感じでね、ちょっとお得なプレイステーション1、2を買ってきました。3もあってんけど、3はねサッカーゲームしかなかったやん。サッカーゲームどうもやってんけどね、確かにやだけど苦手やね、やっちゃうのもキャラクターぽよぽよって言ってますのね、だから買いませんでした、プレステーションね。また今度ね3とか4とかも安くなったらね、こんな売り方したら嬉しいなと思ってね、結構山盛りでね10本入って500円とかね、聞いたこともないのわけわからん、そういうのがね、10本入って300円とかね、そんなね時々投げ売りされてんだけどね、投げ売りされてるやつこうでね、分からんゲームやってみるっていうのも面白いかなと思って、うん、こんな感じでね、レトロゲームをこれからねいろいろ紹介していきたいと思います。はい、紹介はね、紹介映像は、あっちゃんゲームズの方で紹介すると思うんだけどね、こういうねお買い物紹介なんでね、あっちゃんねるの方でちょっと紹介させてもらってんけどね、これからまたこういうゲームもやっていきたいと思います。はい、ではまたね、バイバイ。